最近仮想通貨で1ヶ月50万ぐらい儲けてます。はい、で、よしです。どうも。皆さんが、ほとんどの皆さんが怪しいと思う仮想通貨で、今月は60万ぐらい1ヶ月で、儲かれそうな感じでございます。どうでもいい情報でしたけど。はい、今日はですね、ちょっと久々の、ですね、久々のですね、ちょっとまた、時間が空いてしまいましたが、どうもすいません。ですね、今日はですね、スーパースポーツ、SS、スーパースポーツ、R1 とかね、CBR、WR、R、WRR をね、ZX10R ね。とかね、スーパースポーツ。ね、もう、スーパースポーツね。もうみんなが気になるスーパースポーツのちょっとお話をしていきたいと思います。で、こうミドルクラスが600なんですけど、最近こう CBR のね、600がまた出ましたね。あ、なんかかっこいい。あのカラーリング600。で、こう、一部の人がこう600を買おうか、こう、ね、1000を買おうか、結構こう迷ってる人もいるかと思います。こうね、僕もそんな時期ありました。こう600もいいなと。最近こう2020年モデルの、ヤマハのね、R6。R6 こうね、こう身近で見たんですけど、いや、かっこいい。いや、かっこいいなと。別に決してこうヤマハの回し物でもないんですけど、こうね、なんかかっこいい。こうね、ミドルクラスとね、こうまあ、お金のこともありながら、こう、足つきのこともありながら迷う人もいると思うんですけれども、でですね、こう、例えば R6、ヤマハ R6 ですね、これが足つきがなんと850ミリなんですよ、見たら。ちょっと僕びっくりしちゃいました。意外と高い。これなんかもうトレーサーと変わんないってことは足つきが悪い。 で、R1 が860ミリ、カッコ855ミリ、カッコなんだろうな、あれ。5ミリ落とせるのかな？860ミリとしてありました。いや、プレッシャーと変わんない。むっちゃ足つき悪いじゃん、みたいな。ね。で、ちなみに僕は R1 が欲しい。R1M。300万。R1M が欲しい。で、こう R6、意外とこう足つき悪いんだなっていうのはちょっとびっくりしました。で、こう見て、カタログいろいろ見てみるとですね、スペック見てみると、CBR、600、新しく出ましたね、ミドルクラス、600、あれが820だったかな？はい、820ミリ。ちょっと若干違ったらすいません、820ミリ。で、CBR の、1000WRR が830ミリ。この辺はこう非常に足つきに優しいですね。こう皆さんに優しく、ホンダさんはね、作ってあります。で、ZX10R も、835ぐらいだったかな。割と、はい、こんな850とか60は足つきないので、まあこうね、割とこううまく作ってる、まあうまくったまあこうね、足つき優しく作ったるかなと。で、こう、ジスペ系、安月、GSX ですね。あの辺も830だったと思いました、1000。はい。ですので、こう、ヤマハさんに限っては足つきが悪いという認識でいいのかなと。はい。でですね、こう、ミドルクラスと、例えば、1000を迷ってる方を、ですね、まあ、お金にちょっと余裕があるなら、もう1000を買った方がいいと思います。結構、まあ、でも、ミドルは、例えば、こう、山峠で、こうね、開けれるとかって結構言うと思うんですけど、いや、僕は大きい方買っといた方がいいのかなと思います。余裕があるなら。線 をね、はい。大は小を兼ねる。もうこれに尽きるが、大は小を兼ねると思います。で、まあ、金額ね、そこまで、まあ、金額にもよるんですけども、お金出せるならもう線を買っといた方が僕はおすすめかなと思います。大は小を兼ねる。で、あれ何だったかな？ CBR かな？まあ、CBR かなんかこう、1、2、3というこれモードがあったら、ハイパワーが100として、中が80、ローが70%の出力ですので、こう、まあね、そこまでこうハイフルパワーね、しなくても1000買っといて、こう70%か80%の出力にしとけばいいのかなと思う。僕はいつもこう、もうスタンダードでしか普段走ってません。A モード使ってないです。ちょっと、はい、使ってない。もう10、スタンダードで十分。
配布をね。なのでちょっと暑い、すいません。ですね、その辺ちょっと迷われている方はこう、例えば、まあ、あの 600cc、 例えば CBR の600と1000ですと足つきが1センチ違うんですよね。まあ、この辺でじゃあ、まあ1センチが結構大きい方でこう、まあ、金額的なことでも600でもね、まあいいのかなという。もう結構足つきもね重要ですので、まあ、でもそんなにねガンガン回す人もそんな普段ね、まあまあそんないませんよ。そんなねガンガンね、そんなもう1000も1000も600もそんな回すとこそんなサーキット以外どこで開けるんだというね。で、まあ、金額とかね、もちろんその辺でまあこう欲しいバイクで、600もかっこいい、もう600いいなと思います。600ミリもこう見てね、バイク車体を惚れ惚れしちゃうな、もういいな、かっこいいな、もうというね。ただ R1M も300万、ZX の 10RR もなんか車体価格が300万近い感じで、290何万とかもうほぼ300万。ね、まあ確かにこれはもうね、300万でハイスペックが買えるなら非常に安い金額だと僕は逆に思います。300万であれが手に入れば。うわ、もう最高じゃないですか。もうね。いやいや、欲しいなというね、R1M ね、僕は R1M 欲しいなというのはね、こうね、川崎が好きな人はね、こうね、300万の 10RR を買ってください。こうね。いや、あと SS でこう、やっぱりこう、もちろんね、難点はこう、やっぱ長距離がですね、長距離が、まあ、疲れる。これはもうそんなこと初めから分かってますよ。もう SS は疲れるに決まってる。それを承知で買ってるんです。腰が痛くなる、腕が痛くなる、ここ痛くなる、もう腰痛くなる、もう疲れる、当たり前。これはもうそれは承知でね、承知で SS を買います。それはもうその覚悟の上ですよ。覚悟の上。もちろんね、あれですよ。手のかかる女性と分かってて付き合うと一緒です。これはもう SS は。はい、SS は手のかかる女性も、もうそのじゃじゃ馬、もうわがままな女性と付き合うのを分かってても付き合うというね、もうそれはそういう感じです、SS は。で、ちょっとこう SS のね、もう魅力ね、魅力はもう、やっぱね、一つこう、昔の、まあ、昔のこうね、大排気量はこう、エンブレが、ブワーン、エンブレがすごい感じなんですけども、そんなにこれもそうなんですけど、こうエンジンブレーキがこうね、ギアローダウンしたら、そんなになんかこう別にボンボンってね、感じでもないです。で、今のこうハイパフォーマンスの1000クラスのですね、モデルはですね、こうやっぱり乗りやすくなってます。非常にこう軽やか。エンジンが軽やかになってますんで、こうね、非常にこういいなというね、感じがしますね。まあ、ただかっこいい。SS はかっこいい、痺れちゃう。もうそれだけ、もうただね、もう外見かよみたいな。外見です。いやーね、かっこいいな、今日ね、もう SS ね、ミドルクラスとこうね、1000クラスを迷われている方にちょっとね、若干ね、僕のまあ、秀吉的なアドバイスをですね、参考にしていただけたら。お金があって、金額出せる人はもう、大排気量買った方がいいと思います。大排気量、絶対大排気量、大は小を兼ねる。これです。でまあ、そうお金とね、相談してね、そんな大きいのいらないって人は、もうミドルクラスの600でもいい。でも若干、まあこうデザインもね、違いますんで、いや、俺はこの600のデザインがいいんだと、これがいい、本前がいいんだという人はですね、まあ、600でいいと思うんですけど、その辺がね、いやー、しかし SS もいいなというね、いや、僕もこうツアラーモデルもね、大好きなんでね、こうね、ツアラーモデルもね、大好きですよ。はい、ツアラーモデル、かっこいいですね、かっこいい。いいね。いつもね、動画見てくださる方、いつもどうもありがとうございます。はい、チャンネル登録ね、高評価も嬉しいでございます。チャンネル登録ね、ぜひしていただけたら。そろそろですね、またスノーボード動画をね、ちょっと上げようかなと思います。こう、シーズンインに向けてのね、ちょっといろいろね、ハウトゥーをですね、上げていきたいなと思います。そんな感じですね。いや、今これからこの1ヶ月ぐらいがちょうどね、ツーリング最高ですね。もう一番バイク乗った、バイク買ってよかったなっていう時期が今ね、この辺も、冬も寒くなったらあんまりバイクは、ね、売れないって言いますんで、バイク屋さんがよく言ってますけど、冬になるとバイクは売れなくなる、ね、いやー、今この時期最高ですよ、ツーリングね。ぜひぜひもうツーリングね、安全運転で事故しないように、もう